中日決まってからも一緒に免許取りにね、一緒の教習所通って、小野さん何段階まで進んだのそういう感じで、一緒に教習所通ってたのに、次の年まさかね日本シリーズで対決するとはもう夢にも思ってなかったですから、なんかねバッターボックス入ってもね、絶対打つって、そういうね気持ちが湧いてこなかったっていうかね、なんか青野さんってなんかニヤッと笑けてしまうようなね、何マジになってんのってそういう感じでしたけどね、それでまたホームランになって、その割にはシビアな一発だったですよね。そう大野さんに怒られましたけどね、なんだお前あれとか飛ばしすぎて、もうホームラン打つのはいいけどもうちょっとね小さいホームランにしてくれとかって言われて、まあホームラン打って悪いことしたなと思って、やっぱ一発だけです、今まで小野さんから打ったホームランが、ああ悪いことしたなっていう、そういう感じがしましたね。